中播磨県民局では活気とにぎわいのある播磨の顔作りということ、港を中心とした、地域間交流をすることで、地域の活力を高めていこうということを進めております。定期旅客船の利用しやすいように、安全性と利便性を高めようということで浮き桟橋化をしようということを始めました。姫路港と家島港の間は、昨年で、年間66万人の利用いただいておるんですけれども、定期旅客船の着岸にあたってはですね、満潮干潮で海の潮位が変わるわけですけれども、今までは固定の桟橋でしたので、乗り降りに、階段とかスロープを設けてそれで、乗降されてたんですけれども、こういった形ですとお年寄りや車椅子の方、そういった方に非常に利用しにくいということで、しかも真浦地区ですと運航会社が2社ありまして、それぞれが別々のところで船を止めたりしておりましたので、それも合わせて乗降施設の集約化ということで1箇所にしようということで、今回こういった浮き桟橋を設けようと考え、姫路側の方は昨年の11月6日に完成を迎え、ここ家島港では11月15日に完成を迎えることになったわけです。家島港真浦浮き桟橋完成を祝してどうぞ。乗り降りに関しましてはやっぱりスムーズに行くようになったんでいいと思います。この桟橋になって全体的にバリアフリーになりまして、以前はですね岸壁につけていたもんですから、一番前の方から上がって段差とかきつい勾配がありまして乗り降りしてたんです。段差もなくかなり優しい設計になって評判もいいと思います。利便性が高まるということで利用者も増えるだろうということで考えております。観光案内板につきましても、ここがちょうど湯島の玄関口ですので、そこにああいった看板を設けて、で前にはちょっと座れるような構造にもしておりますので、そこでゆっくり立たずんでいただくと、そしてもう少し時間がある方はお隣の姫路市の方で作られた家島港ふれあいプラザの方でくつろいでいただけたらなと思っています。それと港ミュージアムですね、港を知っていただきたいということで、姫路港の歩み、姫路港の魅力、そういったものについての展示や映像、そういったものを盛り込みたいなと考えております。ここ家島は姫路から海上30分で来れる近いところにあります。でここは漁業盛んなところで海の幸が堪能することができますので、ぜひここに来ていただいて、できたら一泊泊まっていただいて、堪能いただけたらなと思っております。